オーレリー・デュポンは、フランス・パリ出身のバレエダンサー。2016年からは、パリオペラ座、バレエ芸術監督を務めている。体操を習っていて、体操教師に勧められ、10歳で、パリオペラ座附属バレエ学校に入学。1989年入団。1991年に、コリフェ、1992年に、スジェに昇進し、同年バルナ国際バレエコンクールのジュニア部門で金メダルを受賞。1996年にプルミエール・ダンスーズに、1998年、ルドルフ・ヌレーフ演出、ドン・キホーテの舞台後、エトワールとなった。2003年、キーロフ・バレエのゲストとして、ロミオとジュリエットをアンドリアン・ファデーエフと共に踊った。マニュエル・ルグリとのパートナーシップが特に名高い。2014年5月29日、フランスの日刊誌、フィガロはメートル・ド・バレのクロチルド・バイエの公認として、2015年5月引退予定のデュポンが就任することを報じたが、デュポンはこれを辞退した。2015年5月18日公演のマノンを最後の舞台として、42歳で現役ダンサーを引退した。2016年2月4日、振付やバンジャマン・ミルピエの公認として、パリオペラ座、バレエ芸術監督に指名され、2016年8月1日から正式に就任した。パリオペラ座バレエ団、バンジャマン・ミルピエ次期バレエ監督、新体制固め動く 2014.06 にその他ニュース、ダンスキューブ、チャコットウェブマガジン、2014年10月5日閲覧。パリオペラ座バレエ公式サイト2020年5月17日、閲覧。ありがとうございます。